奈良女子大学は奈良市北魚屋東町に本部を置く日本の国立大学である。1949年に設置された。大学の略称は奈良女、奈良女大うう、女子のみを学生として受け入れている。奈良女子大学は1908年に女子中等教育における女性教員養成機関として開設された。 奈良女子高等市範学校をその前身とする女子大学。1949年国立学校設置法の交付により発足した。また、2004年10月に施行された国立大学法人法により、新たに国立大学法人奈良女子大学として設置された。国立の女子大学は本学とお茶の水女子大学の2校だけであり、女子大学の総癖として、 長年にわたり多くの人材を輩出してきている。1997年4月1日に奈良女子大学第8大学長学長に就任した庭雅子は日本の国立大学における初の女性学長である。また、1949年に理科生学部長に就任した畑子康は日本で初の女性学部長である。 女子の最高教育機関として広く知識を授けるとともに、専門の学術文化を教授、研究し、その能力を展開させるとともに、学術の理論及び応用を教授、研究し、その信号を極めて文化の進展に寄与することまた、2000年11月、4つの基本理念を定め、社会における女性の知的自立と知的展開能力の獲得を目指している。 校歌1917年1月、定名校房より歌詞されたお歌をもとに、東京音楽学校へ、布局依頼されたもの。同年6月に、奈良女子校等師範学校校歌として制定された。ソプラノ・メソソプラノ・アルトの女性合唱である点が、女子大ならでは、入学式に音楽部によって披露されている。や桜を輪郭とし、中に八両を収め、 さらに、なでしこを中心に配したもの。奈良県を象徴する、八重桜、太くの鏡であって欲しいとする、八両橋、大和なでしこの、なで子をそれぞれ表している。1914年に、奈良女子高等師範学校記章として制定され、やや小型化され、丸みを帯びる形に改変されたものの現在まで、受け継がれている。1930年頃の奈良女子高等、 市販学校学部文学系、N 棟研究科大学院 E 棟研究院、付属機関、施設付属図書館学生寄宿舎付属学校園すべて男女共学である。21世紀 COE プログラム21世紀 COE プログラムとして一件のプロジェクトが採択された。学部から運動場をて、文化系サークル教養施設、音楽課外活動サークル 弓道場が並び、各活動を行っている。公認団体として、体育系20団体、文化系20団体、音楽系9団体の、計49団体2月現在があるほか、非公認のサークルや、インカレサークルなどが活動している。なお、サークル教用施設は、数年間にわたり、老朽化が問題となっていたが、2006年8月に、新築された。 コイト祭は毎年11月初めに3日間の日程で行われる学園祭。運営主体はコイト祭実行委員会による。中庭の池前にステージが設けられ、小規模ながらスタンプラリーなど独特の活気を呈している。学部によってはいくつかの研究室が研究内容を公開する。また、この数年は期間中の1日にオープンキャンパスが開催されている。 なお、学園祭と前後1日は休校措置が取られている。サホ会は1913年に結成された奈良女子高等師範学校と奈良女子大学の卒業生、修了生を会員とする社団法人の同窓組織。各都道府県と海外に支部がある。また大学が運営する奨学金とは別に独自に運営しているサホ会奨学金を毎年授与している。 旧本館である記念館主営室正門法案殿、奈良女子大、セミナーハウス、奈良女子大学では1909年春工の旧本館及び主営室が重要文化財として指定されている。旧本館は大学本部と行動として使用されていたが、1980年に本部管理棟が、1983年に行動が別に新築されたため、1990年に 奈良女子大学記念館と名称を改め保存されることとなった。1994年2月26日から12月25日にかけて改修工事を行い、同年12月27日に主営室とともに国の重要文化財に指定され、1階は展示室、2階は行動として学内活動で使用されるとともに春と秋の期間限定ではあるが広く、 一般に公開されている。なお、現存する演奏可能な国産ピアノとしては、最古の100年ピアノが設置され、演奏に供されている。奈良女子大学生活協同組合によって、購買部、喫茶部とともに運営されている。カフェテリア形式で豊富なアラカルトメニューが好評である。また、女子大学らしく、ライスは SS サイズが標準となっている。正門前に、 学生寄宿舎があり、定員は、寄宿寮と国際学生宿舎を合わせ340名である。日本人学生は原則として、学部学生のみ入寮でき、寄宿寮は1から2回生、国際学生宿舎は3から4回生が対象。外国人留学生は、国際学生宿舎に入寮できるが、日本人学生と異なり、学年の制限はない。 すべてトイレシャワー付きの一人を個室であり、立地条件とも相まって人気が高い。24時間出入り可能であるが、外部者の宿泊は禁止されている。正門入って南側に第二次世界大戦中までの法案殿が現存している。この法案殿は、1934年に奈良女子高等師範学校創立25周年を記念し、同窓会から寄贈されたものである。 戦後、奈良女子大学の生物学教員が遺伝の研究用に症状場への飼育室として使うよう GHQ と交渉し許可を得たため破壊を免れたと伝わる。歴史的な町並みが多く残る奈良町にある正木家所有の町屋を借り受け2005年10月に奈良女子大学奈良町セミナーハウスとして開設された。明治時代中頃の建築と考えられる町屋を できるだけ学生の手でトイレ、浴室などの階層を施し、現在30人程度の講義が可能な施設として利用されている。ありがとうございます。